菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。今、はい、1年の中で一番の行楽シーズンですよね。そうです ね。で僕はあんまり行楽シーズン生かしてないんだけども、はい、ただこの秋の時期になったので、時々ね、はい、明治神宮行ってるんですよ。あ、そうなんですか。あそこはね都内なんだけども、はい、緑がたくさんあって、うん、朝行くと本当に気持ちがいいです。もう本殿行った後で、はい、あの神社行った後でちょっと迂回をして帰ってくるとですね、緑の中歩けるので、はい、これ最高ですね。朝の過ごし方としては僕は皆さんにもお勧めしたいです。いやこれは最高の朝の過ごし方かなとね、はい、空気も澄んでますしね。澄んでます。鳥もいるしね。はい、いいですね。最高に気持ちいいです。これは、ね、佐々木さんどうですか。佐々木さん。私ですか、うん、私はですね、あの先月ですかね、東京メトロのクイズラリーに参加してきたんですね。うん、あのこうスタンプもらえるやつ、はい、あスタンプじゃないんですけど、クイズにこう答えていくというクイズラリーなんですけど、まあ、門前仲町とか、はい、あとはまあ日本橋とかを巡ってきましてですね、うん、あの今までちょっと行きたいなと思っていたところがありまして、日本橋で行われているアートアクアリウムというイベントに初めて今回行かせていただいたんですね。はいはい、本当に綺麗なあのアートの中を金魚が泳ぐみたいな、とっても素敵な、テレビで見たかもしれない。そうなんです。毎年行きたいって言って行きたい詐欺みたいな感じになってたんですけど、綺麗ですよね。はい、とても楽しかったです。うんうん、皆さんも行楽シーズン楽しんでください。いいですね。はい、はい、さて今回も始まりました言霊アラカルト。この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんと、セリフを話すという職業についております私女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として豆知識をまとめたニュース記事的にお伝えしていく番組です。いや今日もあの佐々木さんとこうやってご一緒できて嬉しいです。 ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それではですね、まずは菊池勝人さんの略歴をご紹介させていただきます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして2004年頃から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め、筆跡心理コンサルタントとして法人様のコンサルティング、講演、セミナーなど幅広く活動を行っていらっしゃいます。ありがとうございます。いやあのこういう番組を通してね、はい、やっぱり皆さんの中で少しでもその筆跡とか、普段何気なく使ってる言葉とか、はい、こういったものの大切さをね、こう感じていただければね、嬉しいなと思う、つくづく思ってます。そうですよね。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてそんなこの番組言霊アラカルト、番組アシスタントを務めさせていただいておりますのは、女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在はドラマや映画 CM を中心に活動しておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。言葉の魅力、2人のトークをまさに言霊として皆さんにお伝えできるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。今回はこんなシチュエーションでの一コマです。はい、言霊商事に勤める千秋さん、ある日今年の慰安旅行の担当に指名されました。うん、早速同僚の A さん B さん C さんに行き先のアンケートを取ろうと各々に聞いてみました。うんうん、その時の A さん B さん C さんの回答です。うん、まず A 子さんの答え、例年通り温泉でいいんじゃないの、せっかく行くんだから安心して皆さんに楽しんでもらえたら。うん、はい、次に B 子さんの答え、温泉でもいいけどせっかく行くんだったら今年はそれにカニ食べ放題とか足した方がいいんじゃない。うん、はい、そして C 子さん、去年も温泉だったからせっかく行くんだったら今年は全く違うお寺巡りとかもいいんじゃない、で慰安旅行でお寺巡りって今までなかったんじゃないの。うんとね、さてこの A 子さん B 子さん C 子さん、うん、それぞれの回答からですね、うん、あの各々の性格の一端がわかるそうなんですが、うん、菊池さんご説明いただけますでしょうか。はい、あの今 A 子さんの場合を考えると、はい、例年通りでいいじゃないっていう発想だよね。はい、要は変化そのものは求めてない人の発言だよね。そうですね。で B 子さんは、はい、全く同じじゃつまんないけども、はい、でも同じ場所に行ってそこに何か付け足そうよっていうちょっとした変化を求めてる方の考え方だよね。で C さんは、 C 子さんは、はい、もうまるっきりどうせやるんだったら違うとこ行こうよと言って、
全く新しいとこ行こうとか、はい、新しい刺激を求めてやるよとか、うん、いわゆる同じことを続けるってことに対してあんまり関心のない人の言葉だよね。そうですね。でこんなことがやっぱりこの何でもない言葉から出てくるわけですよ、はい、だからこの時にこれ今ちょっと思い出した話なんだけど、はい、この辺の考え方の中で、過去にアメリカであった実話の話がちょっと今思い出したんで、いい、そういう話でも面白そうですね、うん、ぜひお願いします。もう今から40年ぐらい前の話らしいんだけどね、はい、もうずいぶん前なんだけど、はい、昔アメリカにもタイピストっていたんですよ。日本でも一時期いたかもしれないけど、うんうんうん、タイピストになる人って当時よ、はい、やっぱり変化を好まない人がなったと言われてるんです。あ、そういうに言われてるんですか、うん、だから9時から5時まで決められた書類をこうパチ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 打って、うんうん、はい終わりっていう形で仕事を終わらせるっていう、正確にその回やりますよみたいな感覚で、変化をなるべくしたくない、だからそこに座ったらもうずっとそれやればいいと、はいはいはい、いう方々の仕事だと言われていたんですね、はい、昔、うん、ところがですね、はい、今から30年から40年前にワードプロセッサーができたわけですよ、はい、いわゆるワープロができたので、ワープロを全部入れようと、入れ替えようと、はい、タイプライターの代わりに、はい、そういう時にあったのね。その時に彼女たちの上司ね、はい、マネージャーは物が変わっていくことに対してすごい関心があった人なんですよ。新しい物好きっていうかさ、はい、で反面、まあ、タイピストたちはさ、はい、変わりたくないと思ってるわけだよ。それに対してマネージャーはこんないいものできたぞ、あ、ね、いわゆる全く新しいもんだよこれはと、今までにないもんだと、素晴らしいぞって散々言っちゃったんですよ、はい、それを聞いたタイピストたちが、それって私たちじゃできないかもしれない、ちょっと不安がある、はい、困ったなと言って退去して辞めたと言われてるんですよ。そうなんですね。まあ、今にして思えばさ、はい、変な話だけども、でもその時にもしもね、マネージャーが、はい、いやいや新しいものを入れてタイプライターじゃなくて今度ワードプロセッサーの入れますよ、はい、でもねみんなねキーボードの位置一緒だから、で大きさも同じようなもんだから、うん、で電動だからちょっと軽くなるよ、ちょっと軽くなっていいかもしれないよ、あとは文章が記憶できるんで、同じ文章を打つときは宛名だけ変えればいいんだよね。要は同じ部分に力点を置いて話をして、はい、変わった部分はちょっとこんなに変わるんだよって言えば、はい、やめなかっただろうって言われてるんですよ。あー、確かにそうですね。結局余計な不安をかきたてるようなことをやっちゃったんだけど、でもマネージャーにしてみると、はい、こんな素晴らしい全く新しいものができたぞって言って、はい、変化するだけをこう強調したかったんだな。でも聞いてる方は、それって不安って思った。あー、なるほど。で、こんなことは、はい、しょっちゅう組織の中でも行われてると思います。そうですね。やっぱりこのシーコさんみたいに変化を好む方っていうのは、まあ、私の事務所の代表とかも多分シーコさんと同じ答えをするんじゃないかなと思うんですけどもまあやっぱりこう、私はどっちかというと B 子さん中間でどっちがいいかなという、ちょっとぐらい変化してもいいよね、ちょっとぐらいだったらいいかなっていうふうにしてしまうので、うん、まあその先ほどのエピソードもこの B 子さんの答えがあったら、ね、そう違いますよね。違いましたね。だからそれをマネージャーの方が知ってれば、はい、そうやって言って、はい、やっぱり辞める人も減っただろうと、そうですね、いうことを言われていて、だからこんなことが普通の組織の中でも結構行われてるんですよ、はい、上司の思い入れと部下の思い入れが違うとか、はい、同僚同士でもその言葉の意味が違うとか、うん、やっぱりどっちから先に行った方がいいかなっていうのとかやっぱあるよね。ありますよね。どっちが重要かとかね、その相手によってってことですよね、うん、まあ、そんなことがね、まあ、分かるエピソードで、はい、今日挙げた A 子さん B 子さん C 子さんの話も全くそのこと同じで、はい、同じ状況に対する価値判断が違うってことですよね。うーん、そうですね。言う方の価値判断も違うから、はい、どうしてもミスマッチが生まれるじゃん。それは ね、まあ、そうですよね。だからその時に、いや結構こういうコミュニケーションの中で、はい、ミスマッチって普通に生まれちゃうんだよなってことが分かってると、いろんな手が打てるけども、うん、だってこう言ってるじゃないかって言っちゃったらもうミスマッチは起こりえないと思って言ってるから。そうですね。そうでしょ、はい、変化は楽しいだろうって言われても、それ嫌ですよ、リスクあるじゃないですかっていう人は嫌でしょ。そうですね。まあ、A 子さんからしたら、そうだけどってそうそうちょっと苦しい。逆の場合もあるよ ね、 うん、そうですね。同じ方がいいだろうっていう人に対して、うん、変化しないんですかっていうことを考える人もいるかもしれないし、います、まあ、こういうところがね、結構コミュニケーションのさ、はい、ミスマッチになったりするんだよね。そうですよね。悪気はないのに。うん、変化ってやっぱりこう、ね、人生を変えるというふうに言ってしまったらすごく
の大げさなんですけど、変化ってそういうことだと思うんですよね。ちょっとしたことが、例えば山に行く予定だったのが突然海ってなったらいろいろまた変わっちゃう。そうそう、でもそれは嫌だっていう人と、ね、いいじゃん面白くてっていう人もいるわけで、います。この辺はだから人によって違うからそうですね、面白いところだね。面白いですね、こうね、皆さんもぜひ、まあ、上司とか周りの仲間とかそうだね、まあ、ちょっとこう、はい、質問とかしていただけたらいいかなと思います。そうですね、はい、あ、今回もすごい面白かったです。どうもありがとうございます。はい、でですね、毎回あの繰り返しこの番組、このコーナーですね、聞き直したいという方もいらっしゃるんじゃないかなと、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思っております。でそんな方は番組放送後約1週間後ぐらいで YouTube に言霊アラカルト映像配信版としてアップされておりますので、アルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトと検索していただきまして、ぜひ何回も再生してご覧になってみてください。はい、なおこのコーナーでの菊池さんからのアドバイスなんですが、あくまで情報提供としてのものなので、一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくということと、何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探り見極めていくことで、相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。そしてこれはですね、他人ばかりではなくて自分自身を知ることにもつながっているスキルなんですけれども、あくまでこう参考にしていただくものであって断言するものではないということはくれぐれもご注意ください。いかがだったでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。まさに言葉の魔法です。次回も楽しみです。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さてこのコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回はゆずさんのいつかを選ばせていただきました。はい、まあ、秋ということで、とても歌詞そしてメロディーともにですね、とても秋にぴったりなんじゃないかなということで選ばさせていただきました。まあ、秋ってねちょっと寂しいイメージもね、はい、あったりするかもなんですけれども、まあ、あのちょっとこうあの秋の静けさと涼しさに浸りながら、うん、ぜひね皆さんも聞いていただけたらいいかなと思いました。改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組、言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。毎回私がノーインフォメで菊池さんからご指示いただいた文字一文字ですね、事前に書いてきておりますので、それを実際に診断いただきながら解説いただきます。ちなみにラジオなのでそのポイントは言葉で説明していきますが、実際に見てみたいという方は先ほど申し上げました通り YouTube でアップされる再編集映像配信版も合わせてチェックいただきたいと思います。そしてもっと詳しく知りたいという方はですね、ぜひ直接菊池さんの事務所株式会社オーライアンと検索いただきまして、ぜひご連絡ください。それでは菊池さん、今回は私東、東西南北の東という字を書いてくるようにご指示いただいてまいりましたので、はい、毎回緊張の瞬間なんですが毎回緊張しながら、はい、あの本当に力を込めて毎回文字を書いているんですけれども、ぜひ診断の方よろしくお願いいたします。はい、はい、こちらこれがそうですね、はい、東っていうですね、はい、でこれを見て、はい、あのあ同じ字を書いてるなって方もいらっしゃると思うんですが、東っていう字の真ん中にあの日っていう字があります。日という部分がありますよね、はい、この部分の角、左側の上の角ですね、はい、これをつけて書く人と離して書く人がいると思うんですよ、でもともとはつけて書くというのは教わった字だよね。そうですつけて書けよって言われてるわけだ、ここは。そうです、はい、で逆に話す人は勝手に話して書いてんだよね、この部分。あ、そうでしょ、ね、あなたの場合はつけてるんだよ、はい、で今の、まあ、解説で分かるように、はい、これをつけて書く人って、はい、結構決まりはちゃんと守ろうよみたいなところがあって、はい、で決まりっていうのは何を言うかというと、例えばルールとか、はい、うん、過去の中で最も正しいと思われたこととか、はい、あるいは前任者がやってこれがいいんだよってこと言われたこととか、はい、それをきっちりと理解した上でそれを使って将来も使えれば一番いいよねって考え方があるんですよ。あ、そうですね、そういう方の書く字に近いと言われてるんですね。なるほど。だからもしも、はい、千秋さんが今まで誰もやったことないこと
ちょっと考えてみてくださいよって言われたら、はい、まず聞きたくなることは、まず聞きたくなることは、はい、分かりましたけど、はい、何やっちゃいけないんですかってまず聞きたくなる。そうなんです。あるいは、ね、同じような質問された時に前の方ってどんなことを言いましたとかそうじゃない。はい、その通り。要は一つの決まり事がないと、はい、動かなくなっちゃうの。そうなんです。そうなんですって言っちゃったらダメですけどね。そうなんですよ。あるよね。、はい、あるよね、はい、これを話して書く人っていうのは、はい、自分はその方が書きやすいから話して書くので、あ、これあなたの真反対で、あの今までの決まりは決まりとして分かるけども、はい、いいんじゃないの、もうちょっと柔軟に考えてもっていう考え方がある人も多いんです。要は自分で教わった字は知ってるけども、はい、いいじゃんこんなこと考えたってっていう考え方ですよ。いや素晴らしいですね。その辺でだから決まりはある程度情報として知ってるけども、はい、守るか守んないから私の責任ですよ、私の方で考えますよぐらいの感覚なんだよね。へえ面白い。そういうのが一個分かる。なるほど。だから、はい、東という字の日の右上の角、この角がやっぱりカクッとなって、はい、これも丸く書く人もいれば、はい、四角く書く人もいると思うんですよ、はい、で四角書くっていうのはこれも同じ教わった字だよね。そうですね。角が丸くすんなと四角書けと、はい、いうふうに教わってると思うんだけど、はい、この部分って一つの運動の途中ですよね。そうです ね, ね、はい、これは運動の途中ということはいわゆる行動の象徴だと考えられてるんですよ。したがって書くという字を書くということは、はい、決まり通りに私動きたいのなんですよ。ルール通りにまず動いてみたいの。はい、だってそれが正しいことなんでしょ。そういうふうにやることなんでしょ。はい、もっと言うとちゃんとやろうよっていうところが大好きなの。そうですね。ちゃんとやろうよ。佐々木さん。その都度適当にやんないでよって話で。その通りでございます。ちゃんとやろうよ。だって決まりがあるじゃん。はい。それをやってこそちゃんとやってることになるじゃないっていうことで。はい。でもこれを丸く書く人は、はい、そう知ってるけどさ、うん、この場合はこっちでいいんじゃないかみたいなことを臨機応変にやるんですよ。いやー羨ましいですよね。私からしたらすごい羨ましいです。できないんですよね、なかなか ね, ね、まあ、でもできないから悪いんじゃないんだよ、うん、きちっとやることによって、はい、いろんな人からの関係者からの信頼は厚いところにある。ね、任せたらちゃんとやるもんねってことよ。うん、そこは任せてください、うん、そこは自分の中でそういう気持ちが強いから、はい、まあちゃんとやる人なんですよ。うん、だからそれはある意味ではいい面でもあるよね。はい、そうです。でも何かをこう壊すとか、はい、何かを全くえっと思うことをやるってことはまずないっていうことで、それを求められる世界では結構あのつまんない人に見えるかもしれない。決まり通り、うん、そうかもしれないですね、うん、でもこれは環境が決める話だからさ、うん、そんな評価はさ、そうですよね、自分がその持ち味をどう生かすかが大事でしょ。大事です。で次に、はい、東の横線最初の一画目と日っていう字のこの間ね。あ、はい、間があなたの場合ほぼ均等なんですよ。本当ですね。そうでしょ、はい、でこれは均等に書かれてるけどこれ、はい、普通こんなの意識してないはずなんだよ。だけどさ、ね、偶然均等になるわけないじゃない、まあ、そう必ず無意識の中で均等に書いてるんですよ。なるほど。でこれが、はい、自分の行動する上でも自分の行動を結構コントロールしてんの。うーん、これってこういうもんですよね、これってこうなきゃいけないですよね、こうあるべきですよねみたいなことを自分の中で無意識で考えてるから、字に書くときもこれって等間隔に近い方がいいですよねとか思って書いてるわけですよ、はい、同じように自分の行動に対するコントロール能力が高いと言われていて、はい、でもこういう字を書く人は落とし穴があって、すぐに感情を表に出す人とか、はい、いう人を見た時に怒ったりさ、笑ったり泣いたりさ、ばっかじゃないのって思うんだよ。もっと自分のことコントロールすればって思うんだよね。一回自分の中にこう落とし込んでさ、それから出しなよって言いたくなるんだけど、はい、思わないそうって。まああの、まああのおっしゃる通りでございます。だからこの感覚を任意に適当にこう書いてる人って、はい、要はこれの場合4本だよね、横線が。そうですね、4本あれいいんだろって話なんだよ、そういう人は。あ、そうなんですか。均等に書かない人はね。そういう人は大事なことは、要はこういう字があれば4本あるだけでいいだけで、はい、この間なんかどうでもいいと思ったわけですよ。こういう人って自分の感情を結構ストレートに出したり、喜怒哀楽がはっきりこうしたりしてる人ですね。あ、そうなんですね、うん、だから自分のコントロールってあんまり得意じゃない可能性がある。あ、人の前でも泣いたり笑ったり、うん、平気です。怒ったり、平気です。すごいなと思うんですよね、というところがあるなと、うん、あなたの場合は逆で、うん、既に自分で常にコントロールしたいな。そうですね、うん、でさっき言ったちゃんとっていうのもあるから、はい、だから結構硬いんだよな行動が、うん、これは硬いというのは一つの見方であって、はい、別の言い方をすればきっちりしてるんですよ、うん、そうなんです。それが信頼生んでるところもあるよな。そうですね、うん、だから物は異様なんで、うんうん、環境は評価をしてるので、はい、これは分かりません、いいか悪いかは。そうですね、あとは最後のこの右側の
払いなんですが、はい、結構長めですよね。あ、そうですか、うん、これ長めですね。あ、そうなんですね。これは長い人ってのはこれ最後のところでしょ、東って書いて。そうですね、これね結構ね、はい、あの筆が離せないわけですよ。ここからふっと上げるのが未練がましい、はい、ということはどういうことかというと、はい、一つのことに結構惚れっぽいの。あ、そうですね、いいなと思ったらバッと入ってくる、うん、っていうのがあるんですよ、はい、これは東っていう字のこの縦線がバーッと下まで結構長いでしょ。これ長いですね。長いのも同じなんです。あ、そうなんですか。やっぱり一つの決めたことはやろうよって。あ、一本筋みたいな感じですか。そうそうそう、へえ、うん、でこの字が右側の長い人って、はい、自分を楽しむ時間とか、はい、自分がどこで楽しんでるかってことを結構知ってる人なんですよ。あ、そうなんですね、うん、だから自分が楽しもうっていう時に、はい、あのその時間に没頭する自分がいたりする。あ、確かにそういうとこあるかもしれないですね、うん、ということはさっきあなたは自分の行動をコントロールしてる、はい、でも没頭したいところがいる、はい、必ずそこで葛藤してるはずなんです、何かやる時に。そうですね自分の中の価値がずれるんですよ。そうなんですよ。その時に、いや、いいのかな、でもいいかなみたいなことをしょっちゅうこう葛藤したりしてるところもあるかもしれないね。もう常に自分と会話をしております。あの反省会を毎日してるような感じですよね。それは反省って悪いことに対してやることで、はい、本当に反省が必要かどうか分かんないよ。そうなんです、そうなんですよね。そうでしょ、はい、どっちが本当の自分だろうってことを見つめるいい機会をもらってる可能性もあるんだよ。そうですよね、うん、だからこれが評価と関係ないですよって話なんだよ、はい、うん、でも明らかに2つのものを反するものを持ってるから、はい、どっちを生かすかってことを自分の中で考えるってことを自分でやってるなってことが分かってればいいんです。そうですね、分からないとこれ悩むんだよ結構。いや悩みますよもう本当に、はい、いやでもこういうふうにいろいろ教えていただいてですね、毎回本当にね、私はまだまだ字がね変わらないところ結構多いんですよね本当にね多いところすごく多くて、うん、なのでもうちょっとねこう皆さんもしねリスナーの皆さんとかで、ね、ちょっと見てもらいたいとか、うん、いう方多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、はい、そうだね、はい、ぜひそういう方がいらしたらね、はい、ちょっと僕らも相談しますので、うん、今ここで決められないんだけども、うん、そうですね、もしそうなれば、はい、ここで何人も見るわけにいかないけども、うんうんうん、2人ぐらいだったらもしかしたら見ることができるかもしれないんで、その時はちゃんとお知らせしましょう。そうですね、皆さん今ここではね、そうですね、やりましょうね、確認をさせていただきましょうねぜひ。これ面白いかもしれない。そうですね、はい、もう楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい、さあ皆さんいかがだったでしょうか。いろんな方とのコミュニケーションを図る上でまずは己を知るというのも基本の一つだと思います。ただこの筆跡診断あくまで筆跡からその人の特性を読み取っているだけなので、その特性がいいとか悪いとかそういう、ね、判断を、ね、行うものではないということだけあらかじめ、ね、ご理解とご注意ください。以上、字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いや毎回思うんですけど、はい、あっという間に時間が過ぎてですね。そうなんです。もっともっとお伝えしたいことがあるんですけども、はい、まあしょうがないよな。まあそうですね、またぜひお伝えします。よろしくお願いします。はい、それでですね、私信用がすごくあるという字を書いてはおりますが、実はですね先ほど地下鉄のクイズラリーに行ってきたというお話を冒頭でお話しさせていただいたんですが、実はこのお土産をですね菊池さんに渡すのをすっかり忘れてしまいまして。なんだ、そうなんです、最初に言ってよ。はい、ありがとう。そうなんです、地下鉄の各銀座線とか丸の内線とか各地下鉄の絵が描いたノートでございます。これ非売品だよね。多分そうだと思いますよ。そうですね、すごいね、きっとね。うわ、はい、これありがとうございます。メトロさんでいただきましたので、これは鉄道がお好きな菊池さんにありがとうございます。いただきました。プレゼントさせていただきます。裏側もすごいですはい、どうもありがとう。はい、とんでもないです。ありがとうございます。完全にね最初にお渡しするのを忘れてしまいました、すみませんはい、ありがとうございます。そしてこの番組なんですが、お聞きの皆様のご感想ご意見お待ちいたしております。どうかこちらまでお願いいたします。ファックス番号0473033974 0473033974、メールアドレスは fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp 言霊アラカルトまでお待ちしております。
それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池克人と佐々木千秋でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。